取りどこみたいなものが決められないですよね。川野から渡辺和真、そして武藤、お入れ替わった、ボックス内、ドリブルで仕掛けてきました武藤義則。あの辺キレは感じますね、太田、橋本、川野、レフティーです。サイドを変えて右に高い位置、徳永、川野、羽生は開いてワイドで待ってます。中に帰って米本、太田、ラストパス、太田のラストパスはニアサイドグラウンダーで狙いましたね。はい、これまた抜きですよね。ボールを晒して誘っておいて山村の股間を通してきました武藤。